はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。セブン&アイの、チューハイレモン、爽やかな香りと味わい、アルコール度数 5%、果汁が 3%、原材料がウォッカと加糖ブドウ糖液糖とレモン果汁と炭酸と、酸味料と香料。そして、今日のつまみは、ローソンで買いましたおでん70円セールが、ローソンでやってましたのでちょっと買ってきました。はい、とりあえず高いやつを選別して買ってきたんですが、あの串のやつ大体普通だと120円ぐらいするんですけど、まあそれがね70円セールということで、乾杯。ほんのちょっとえぐみがあるね。それを除けば、普通に美味しいんだけど、それがあるから、ちょっと、まあでも普通に美味しいは美味しいですけどね。普通に美味しいレベルではあるんで、まあ。俺個人的にチューハイレモンチューハイで一番好きなのが、自家搾りっていうシリーズの、あのレモン味が一番好きなんですけど。ただし、自家搾りはまあ売ってない。どこにも、まあ、ほぼ売ってないっていう。売ってるとこが、あ、コンビニではまあ売ってない。てか絶対売ってない。スーパーで丸に見ます。あとあれか。なんだ。薬局。ドラッグストアか。最近ドラッグストアが便利でね、ものすごい、市場拡大してるみたいですね、ドラッグストア。自家搾りシリーズはうまいんだけど、売ってないんだよな。自家搾りシリーズ。豚バラ肉ですね。もはやおでんかっていう、おでんなのかっていう。いただきます。美味しい。肉だから。自家搾りシリーズは、まあ俺もよく言うんだけど、うまいんだこれ。マジで。値段100円でこの味だからな。コスパが非常にいい。特に好きなのがレモン味とグレープフルーツ味ですね。シークワーサーはあんまり好きじゃない。って感じです。そして牛すじ。ペラペラだこれ。で、
自家搾りシリーズは結構、いろいろね、新商品も出てます。これが、つくね。豚つくね。うん。うん。うまい。うん。ある、うめ。つくねうめえな。自家搾りシリーズは本当に美味しいですよ。うん。チューハイで。これが、五つ星をつけるレベルの。あれ、つけたっけな。つけたかどうか忘れましたけど。うん。レモン味のチューハイでは多分一番うまい。かもしれない。まあ、タカラ缶チューハイには負けるか。タカラ缶チューハイの2番目ぐらいにうまいね。多分。うまい。ああ。ということで、コクない、甘みはまあ普通、香りはまあ普通、まあ普通にうまい。いいんじゃないですか。3、4、3、4で少しありがとうございました。